ハイダイナミックレンジイメージ。ハイダイナミックレンジイメージは、高い輝度幅を持つ画像のことである。デジタル画像用語。頭文字からハドリーや HDR 画像とも言う。ハイダイナミックレンジ画像は、輝度幅が広く、実際の明るさを表現することが可能であるため、照明シミュレーションや3次元コンピュータグラフィックス、コンピュータゲームなどに使われている。HDR 画像で使われる。 ハーフフロートや各色12ビットの PQ カーブはディザリング処理がなくてもカラーバンディングが見えないようになっている。批判ダイナミックレンジの画像形式はブラウン管のディスプレイで表示する際に十分な明暗や色のデータを持つよう設計されてきた。そのため画像の色空間は SRGB 色空間や REC709 色空間となっていた。1998年 アドビはよりダイナミックレンジの広いアドビ RGB 色空間をフォトショップに搭載し、その色空間は印刷業界で標準的に使われるようになった。なお、トーンマッピングや露光融合などによりハイダイナミックレンジデータを SDR 画像形式へと詰め込むことも行われている。一方、建築可視化や 3DCG においては現実の照明を コンピューター上で再現するために、現実世界の明暗の記録が必要となった。そのため、証明シミュレーションソフトウェア、ラディアンスにおいて、独自配ダイナミックレンジ画像である、ラディアンス HDR 形式が作られた。ラディアンス HDR 形式は、不動小数点数を元にしているものの、その指数を赤、緑、青の3色で共有しているため、精度の問題が存在した。 一方、TIFF 形式は32ビット不動小数点数画像に対応していたものの、サイズが大きいという欠点があった。インダストリアルライトマジック社は新たに16ビット不動小数点数画像へと対応するオパニッヒズ形式を開発し、1999年にそれをオープンソースとして公開した。その後、Adobe は同社の TIFF 実装を拡張して、 オパニヒヒズと同等のハーフフロート画像へと対応させた。不動小数点数を元にした HDR 画像形式はリニアガンマが基本となっている。ゲームにおいても HDR のレンダーパイプラインが使われるようになり、テクスチャマッピングに向けて HDR テクスチャ圧縮方式の BC6H BPTC フロートが登場した。ファイル形式は 一般的なテクスチャと同じ DDS 形式や KTX 形式となる。また、フィルムのデジタル加工のために、フィルムの特性に合うログガンマを用いた画像形式が登場した。シニアンシステムのためにシニアン形式が作られ、それが標準化されてデジタルピクチャーエクスチェンジ形式となった。これらは一般的な SDR 画像より、 輝度幅が広いものの一般的な HDR 画像より輝度幅が狭いためミディアムダイナミックレンジ形式と呼ばれている。またログガンマをハイダイナミックレンジに適用させた形式としてラグラブ TIFF が登場した。ログガンマのかかった画像は基本的に加工の前にルックアップテーブルなどでリニアガンマへと戻す必要がある。2010年代になると民生用の HDR ディスプレイが登場し、スマートフォンにも HDR ディスプレイが搭載されるようになり、ハイフ形式やービフ形式、JPEG-XL 形式などの HDR へと対応する一般的な画像形式が登場した。これらは、近くに基づく PQ カーブなどを用いており、加工向けではなく、表示向けとなっている。また、DIFF 形式にも、 不動小数点数の HDR 画像データを入れることが可能となっている。対応するかはソフトウェアにより異なる。ありがとうございます。